ライトバーサスヤン。いやこれお互いに高回転か。イアン選手ロイヤルハグ。それなど近畿と成功するも、かなりここはロイホグダメージ入りました。ライト選手マジックアーチャー。高回転のディガーボールブレイカーデッキ。でも入る。ボンボン2発。マジックアーチャーの貫通ダメージがここは入りました。しかもディガを使ってマジアーチャー延命。いい位置リトルプリンス。おお、あった、川を渡ったおかげで原価とかナイトのタゲはリトルプリンスに行っていました。ボールブレイクアタックですが、テスラの防衛。うわ、読み取るね。取りに来たばかり。回したボムタワー。ディガー受けはスケトンですが、ダメージディガーのカツカツ。アースクエイクのダメージでお届いたぞ。イアンもう回したロイヤルハグ。マジックアーチャー反応。ただうわー、痛み、エッジ通してリア限界突破。ボールブレイカー止めた。どうだスケジョン増えてマジックアーチャーを取り囲む。高回転回しアースクエイクがあるやん。184限界とポコンバを抑えないと。高めチェスターで受けることでこれウォールブレーカーもケアしています。ディガーのアタック、ただ回ったアースクエイク。残り HP22、 あとはもう一発アースクエイク放てば。いや回るか、こう回転回した。イアン選手初戦を使います。お互い高回転ではありました。2試合目防衛レイジー。
墓石に対してマザーネクロマンサー、ポケット市販の、いや右サイド少し攻撃を遅れるか、ダメージリードライト、今日初登場ロイヤルジャイアント、エリクサーリードはイアン選手、ここはキングキドですね、キンキ成功、2倍タイムスタート、お次のスケートのソウルを回収するライト選手のスケートンキング、イアン選手はチャンピオンモンクが登場、まずはイアン防衛の構え見せてから、ただここでライト動くか、左サイドマザニクに出してはファイアボール、トリトン2体ダブルの漁師でロイジャイの周りを取り囲むカードを引っ張りに行きますが、低め防衛ファイアボール追加、ロイジャイ限界突破が頭に刺される、トリトンがあるのでなかなかロイジャイに対してカードを切れません、一気にダメージ通すイアン選手、349ファイアボール2周圏内、トリトン引っ張らせたのロイジャイの一発、ファイアボール圏内、マルカファイアボールでイアン選手がライトを相手にストレート